見ると心をほぐして解き放すということになります。心をほぐして解き放すとは、心の中のいらなくなった余分なもの、まあ、溜まっている必要のない重荷ですね。こういったものをほぐしてほぐして、そしていらないものは外に放り投げましょうという意味になるんじゃないかと思います。そうすると心がすっきりして楽になります。では心を解き放すとは、その方法はどうすればいいんでしょうか。実はこれが簡単なんです。あなたが好きなもの、好きなこと、それを我慢しないでやることが心を解き放す、解放するということにつながります。もちろんたくさん溜まりすぎて一人では外に出せない、好きなことをしても心が解放されないという場合もあります。もちろんそういう場合は専門家に相談するのが一番の早道です。でもなんかだるいなとか疲れたなとか心が重いなというような時には、わざわざ専門家に頼る必要はありません。例えば仲のいい友達や家族にその重荷を話してしまう、相手に半分受け取ってもらう、話すだけですっきりすることもあります。もしくはそういう相手がいなければ、もしくは話すのが迷惑かなとあなたが思うのであれば、一人になってノートや画用紙に心の中にたまった重荷を書き殴ってみませんか。そうするだけで心がすっきりしてきます。他にもあなたが好きなものをお腹いっぱい食べたり、ヨガをしたり、海を眺めたり、カラオケで思いっきり声を出して歌ったり、方法は何でも構いません。あなたの心がすっきりして、心の中から余分なものが出ていってくれさえすれば何でもいいんです。溜めることが一番心にとって毒となります。ほとんどの人が心を解放するって何？どうしたらいいの？なんか難しそう、セラピーなんか受けないとできないんじゃないかなって思っていますけど、そんなことはありません。それほど溜まってないうちでしたら、今言ったような簡単な方法で解放することができます。ぜひ、心が重いな、心を解放したいなと思ったときは、あなたが今一番やりたいこと、すっきりすることを
やるだけでいいと思います。ぜひ参考にしてみてください。有馬薫でした。本日のご視聴ありがとうございました。ではまた。